はい、皆さんこんにちは。今回は、Need for Speed Rivals で、今まではレーサー側だったんですが、今度は警察側で、はい、取り締まっていきたいと思います。おっと、挑戦者が現れたようなんです。なのか、山崎くんが前にいるのやつ。リバーサイドドライブで天候 D1 を確認。リバーサイドドライブで天候 D1 を追跡中。高度水位追跡になりそうだ。自転車が加速、なんとかついてる。これ山崎くん、各社へ逃げられた。クラッシュしたんかい。4に逃げられた。了解、追跡終了。
車。ここでクラッシュ、これはいかん。退化した車両を見つけたぞ。司令部、レーザーの詳細をシステムに登録、すぐ確認できるはずだ。イニシャを拘束、各社、高度追跡は終了したわ。よしよしよし。司令部、イニシャの追跡を開始する。そちらの現在位置を教えてくれるかしら。インターフェースも追跡中。レーザーについていけない、ギアードされそうだ。しまった。前に一般車両がいるの分からなかった。
参加した。一般車両が邪魔や。よっしゃ、結構頑張ったぞ。
はい、てな感じで今回は警察側になってめちゃくちゃ取り締まってみました。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。よっしゃ。